皆さんこんにちは。本日は CP プラス2024キャノンブースへご来場いただき、そして配信をご視聴いただき誠にありがとうございます。ただいまよりこちらのステージでは大川祐介とキャノンと題しまして、大川祐介さんと CP プラスキャノンブースを振り返ります。一緒に取り組んできたキャノンカメラタイアップ企画も振り返りながら、これから取り組んでみたい新たな映像表現について語っていただきます。それでは早速ご登場いただきましょう。お願いします。こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ大川さんおかけになってください。はい、CP プラスキャノンブースにご来場いただきまして、誠にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日最終日ということでですね、この時間は、大川祐介とキャノンというタイトルでお送りさせていただきます。私キャノンマーケティングジャパンの矢作と申します。よろしくお願いします。そしてゲストの大川祐介さんです。はい、はい、動画クリエイターの大川祐介です。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、やってまいりましたね。もう大川祐介とキャノンというタイトルでねちょっと恥ずかしいタイトルですけど、はい、けどまあはい、大々的にねしっかり伝えなきゃいけないということで、はい、ちょっとねこういう私、まあ、ちょっと個人的な話になっちゃいますけど、大川さんと対談する機会は結構たくさんいただいていて、はい、ありますね、はい、安心します。矢作さんだと。本当ですか。 、はい、ありがとうございます。何回目ですかね。いやでも1年前は、はいはい、なんかその結構ね動画のブースしっかり作ろうぜみたいな、はい、話があったけど、はい、2年前か。2年前ね。けどコロナウイルスとかで結局開催できなくて、はい、でまあオンラインでやったりとか。そうですね。で僕もちょっとリアルイベント否定的な時期もちょっとありまして、はい、だから今日は本当に久々にこういうふうに、ね、はい、素晴らしい環境で話させていただくってことなんで。確かに大川さん CP プラスのリアル会場でのご出演とかね、ご登壇って、はい、基本ないです。そうですよね。で正直そのお断りしてるっておこがましいんですけど、はいはい、お断りしてる側面がすごいあって。あ、そうなんですね。まあ、ただ今回はしっかりそのリアルっていうものと、うん、あとはそのポッドキャストね、はい、いろんなクリエイターさんをお呼びしてるんですけど、はいはい、そういうなんかちゃんとオンラインで残っていく価値のあるコンテンツをさせていただけるっていう話だったので、はいはい、ぜひやりますということでフルコミット4日間いますから。今回ね、はい、CP プラスキャノンブースを4日間あの大川祐介さんに盛り上げていただいたという4日間になってました、はい。でまあ、ここでのセミナー登壇ももちろんなんですけども、ビデオクリエイターズラウンジというですね、あの映像制作者のための動画クリエイターのためのコーナーがあのキャノンブースにはございます。そこでね大川さん毎日ですポッドキャストの公開収録企画、はい、多彩なゲストを呼んでね、めっちゃ読みました。開催してましたよね。もうなんか僕のスタンスとしてもしっかりなんかいろんな機材を使って、はい、率直になんか適切な意見を言えたらなと思っているんですけど、はい、まあ、そのキャノンさんのブースとはいえ、例えばね本来別のメーカーさんでお仕事をしている方たちも呼んだりとか、まあ、これはビデオクリエイターもそうだし、はい、フォトグラファーもそうだし、それなんならね、YouTuber の水溜りボンドのカンタ君まで呼んじゃって、初日びっくりしましたね。結構幅広く自由にやらせていただけたのはすごい嬉しいです、はい。今日もこの後の時間もねありますんで、ぜひビデオクリエイターズラウンジ行ってみてください、はい。まずね、あの、はい、大川さんのことをご存知の方が非常に多いと思うんですけれども、まずはちょっと大川さんの、あのこんな映像を作る人ですっていうところをちょっと改めてで恐縮なんですが、一本リールをいただいてますんで、はい、上映させていただきたいと思います。ちょっと音声もしっかりね出して、はい、これを見れば、まあ、僕の2023年仕事した、はい、作品が全部まとまってる2分間の動画になるので、まあ、そこにはもちろんキャノンさんも含まれてますし、はいはい、なかなか濃密な映像ですので2分間ぐらいぜひご覧ください。お願いします。お願いします。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。圧巻の映像でした。拍手ありがとうございます。圧巻の映像でしたね。音も良かったし、はい、そうですね、まあ、2023年なんで、まあ、その1年前もね、まあ、いっぱいお仕事させていただきましたけど、はい、まあちょっと頑張ってます。はい、あのマイヤーを一瞬辞めた時もあったじゃないですか。でもやっぱこうやって1年をざっと振り返るその年のリールっていうのはすごいやっぱいいですね。毎年大川さんが出るのすごい楽しみにしていて、視聴者としても。そうですね、はい、まあ、でもこれも僕動画始めたの18歳の時なんですけど、はい、なんかその当時はそれこそマイヤーっていうフォーマットで自分の1年間のまあ思い出をまとめるコンテンツ作ってたんですけど、はい、やっぱどんどん大人になってきたってこともあって、はいはいはい、まあ、お仕事させていただく、ね、クライアントさんも大きくなってきて、うん、まあ、なんか自分の思い出はもちろん残してるんですけど、はい、まあ、ちゃんと作品として、はい、あの残そうと思って一応リールっていうものを作らせていただきました。なるほどですね。2023年は振り返ってどうでしたか。はい、そうですね、まあ、もちろん、まあ、最初、ね、動画作ってる人誰もいなかったところから、うん、自分でなんかその動画の解説を始めて作品を作って、はい、なんかいろいろ紆余曲折もあったんですよ。悩むことも多かったし、うんうんうん、なんか最初自分が好きで作ってた動画からどんどんその視聴者とかクライアントさんが増えてくると、はい、ちょっとその視聴者を意識した制作を してしまうっていう、なんか自分を捨ててしまうような時期もあったし、はいはい、ただまあそれも通り越してやっぱ自分らしく生きようということで、うん、まあ、これね、作品をまとめただけなんで、はい、僕のすべての活動じゃないんですよね。確かに、はい、僕はその自分で動画じゃない作品を新しく作るって努力もしてるし、うん、あの会社のね事業も向き合っているって中で、まあ、本当に2023年はいろんな葛藤や変化があった1年だったかなとは思ってます。うん、なるほどですね。ただまだちょっと動画のユーザー少ねえなっていうのはちょっと思ってますけどね。あ、この CB プラスですか。まあ、CB プラスだけじゃなくても、もっと動画が来てほしいなと思ってますね。あ、なるほどなるほど。っていうのはもうずっと動画作り続けてるので、うん、まあ、このイベント特にそうですけど、やっぱ写真の方が多いですよね、うん、で写真のブースも写真のイベントも多いですし、まあ、ただ僕もね写真も撮りますし好きなんですけど、ちゃんと今後なんか動画っていうもっと情報量の多い、うん、鮮明に残すツールが普及してほしいなと思っているし、うん、自分がなんか担うべき側面なのかなとは思ってます。なるほどですね。まあ、確かにフォトグラファーの方であったり写真家の方であったりしても、やっぱり動画を始めている人ってすごく今増えていると思っていて。そうですね、はい、っていうことは写真も撮れるし動画もできるっていう人がもうどん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 ハイブリッドな人が増えてくるのかなと思うんですけど。そうですね、はい、まあ、マストですよね。なんか僕も動画クリエイターって言っていて、うん、まあ、お仕事としてしっかりお金をいただく、はい、まあ、仕事が動画なんですけど、はい、写真ではいただいたことがないですと。あ、なるほど。ただちゃんと写真を活用して自分のなんかセルフブランディングをしたりとか、うん、まあ、YouTube のサムネイルもそうですし、うん、やっぱ写真動画ってのは両方しっかり活かすべきだなとは思ってます。なるほどですね。まあ、そんなそのあれですよね、写真も動画もっていう話になっちゃったんで、はい、あの R5C っていうカメラがあって、うん、そうですね、大川さんとの取り組みの、まあ、一番最初ではないんですけど割と初期の頃にあの EOS R5C というカメラがこれから出ますと、はい、でそこで大川さんにいろいろ相談させていただいたんですよね。でその時そうですね、写真も動画もハイブリッドなカメラなんですっていう話を最初にご紹介させていただいて、はい、で大川さんがそれをどういうふうに作品の中で表現してくれるんだろうっていう、まあ、ワクワクと、うん、はい、期待となんかいろんな気持ちが混ざってね、大川さんに最初に相談したのよく覚えてます。懐かしいですね、うん、なんか僕もキャノンさんもそれこそ 1DX マーク2とかって、はい、まあ、同窓会以前したんですけど、うん、すごい憧れがあって、はい、ただやっぱお仕事する機会ってなかなかいただけない中で、うん、EOS R5C をね、はい、表現させていただくっていうところで僕もかなり気合い入れたのを覚えてます、はい、そうですね、で今見てもあこの動画はちょっとまた作ることちょっとむずいなと思う、はいはい、なんか若々しさとなんかごちゃごちゃした感じと今見るとねちょっと恥ずかしいんですけど、それ、まあ、今見ても、うん、いいですかね。あ、もうぜひぜひぜひちょっとこれは、まあ、流しながら、はい、ちょっとトークしていけたらいいなと思うんですけど、ぜひぜひ、はい、懐かしい。懐かしいですか。これ本当にマジで1ヶ月ぐらいずっとこの EOS R5C 持って撮ってましたからね。でも気合を感じますよね。メッセージ性も強いし、ただただ綺麗な映像が流れるだけじゃないんでこの作品って。そうですね、うん、
まあ、僕がね捉えてる表現って、まあ、基本的にはあんま変わんないですけどね、はい、なんかその自分の、まあ、思い出とか、はい、まあ、思い出ってやっぱ素晴らしいその体験に依存すると思うんですけど、はい、やっぱ旅行したり、ヘリコプター乗ったりっていうなんか自分の新鮮な体験を、はい、まあ、美しく残しとこっていう、はいはいはい、日常を究極の作品にして、うん、そうするとなんか見返す機会とかも、はい、より生まれると思ってるんですよ ね、まあ、そうですね。ただこの映像の企画書を大川さんから最初にもらった時、はい、すっげえチャレンジなこといっぱい書いてありましたよ。そうです、ね、中にはなんでしたっけ、スカイダイビングをやるとか、新しい表現はそんなの見たことないんですけどみたいな、まあ、ちょっとねスカイダイビングはさすがにさすがに無理だったし、うん、まだあれ企画書じゃないですけどね多分、まあまあまあ、なんか美しいの先にある本当にロケーションロケーションと何するかの共有でキャノンさんはこの仕事をくださったっていう、その寛大さがねやっぱりこの作品につながってるのかなとは思ってます。それぐらいチャレンジングな要素をめちゃくちゃ取り入れてたし、なんか話聞いた時も今までにないことを見せたいしたいっていう思いをすごくおっしゃってましたよね。うん、懐かしいですね。なんか今考えるとちょっともう少しグレーリング綺麗にできたんじゃないかなとか思うし、あ、そうですか。なんか絵もごちゃごちゃしてるなとか思うけど、ただこの映像の反響すごく大きくて、やはりこういったまあイベントとかでお客さんとお会いした時に、あの大川祐介さんのこの映像を見て R5C が好きになりましたとか、購入しましたっていう人もいらっしゃったりとか、うん、そうですね、はい、いやでもそう言っていただけるのはめっちゃ嬉しいですし、なんか僕がなんかそういう影響を与えてるとは思わないですけど、まあ、カメラを、ね、買う機会を、まあ、提供できてるなっていうことを聞くと、なんかすごいこういう仕事をしててよかったなとは思いますね。はい、言っちゃえば究極の自己満足ではあると思うんですよ、こういう表現って。けどそれが、まあ、キャノンさんにとってもそうだし、はいはい、見てくれる、まあ、方たちもそうだし、クリエイターにとってもそうですし、まあ、そういう、ね、新しい選択肢を、ね、提供できたらなとは思ってますね。 そうですね。それってやっぱり大川さんの活動の根源が商品を売ることじゃないからだと思うんですよ。動画の楽しさを、うん、動画っていう選択肢を世の中に伝えていくことっていうのが、そうですね、これ大川さんずっと一貫しておっしゃってこられている、一貫して言い続けてきてますね。ぶれないとこじゃないですか、なんか、はい、そこじゃないですか、やっぱり見てる人が共感するのって。そうですね、まあなんかそうなんですよ、はい、僕がこうやって SNS で発信しようとか仕事しようと思った時に、はい、なんかそのどういう立場の人が最も忠実になんか製品の説明と表現ができるかって考えた時に、やっぱりちょっとメディアに近いというか、はい、ちゃんと中立になんか物を言わなきゃいけないなと思っていて、うん、そうするとあのいろんな機材を使う機会があるし、はい、その中で、このメーカーはこういう良さがあるんだぞっていうところ、うんうんうん、まあ、キャノンさんはねこうやってお仕事させていただく機会もあるんですけど、やっぱり僕の中では、はい、やっぱスキントーンとか本当ナチュラルな色味を あのあんまり作り込みすぎなくても表現できちゃうっていう良さだし、はいはいはい、だそういうなんか、うん、自分の中でいろんななんか見方とか解像度を上げるためには、うん、このスタンスはすごく大事なのかなとは思ってますね。なるほどなるほど、まあ、スキントーンというお話があったんで、はい、ちょっとあのスキントーンがより際立つ作品が、そうですね、あのこれは結構ねクリエイターの人たちにこれなんかめっちゃいいねって言われることは多いです。個人的にはこれは僕も最初に拝見してすごくこうざわざわっと鳥肌が立ったのを覚えてるんですけど、はい、まあ、ちょっとあの流しながらお話ししていいですかね。しかも画角が16対9じゃないっていう、うんうん、もうこれ完璧に遊びですよ、あの仕事じゃなくて、まあそうでしたよね、はい、遊びでしたよね、遊びでしたよね。京都でそのね素敵なモデルさんに出会ってあ残しときたいなっていう、まだ僕も新鮮な気持ちですよ、京都に引っ越す前なので、はいはい、あこれ引っ越す前、引っ越す前です。あそうでした、それこそね、このイオズシリーズだけじゃなくてキャノンさんとお仕事ってあのパワーショット V10 とか、そうですね、もっとコンパクトなカメラの仕事もするんですけど、まあ、大きなカメラは C70、うん、でちっちゃなカメラはパワーショット V10、はい、みたいな、まあ、使い分けをして、はい、見てください、このなんかナチュラルな、なんかさっき見せた作品と全然なんか印象が違うというか、全然違うと思うんですよね。自分の中では好きな作品の一つですね。どうやったらこんな風に撮れるんですかって思うんですよね。まあ 4K120fps で撮ってればこれも撮れるんじゃないですか。いやけど本当にここあんまり僕グレーリングしてないっすよ正直。あ、そうですか。まあログでね、はい、あと 4K120fps の、あ、でも120だけじゃないですね、
まあ、ちゃんと、4K の60でも撮ったり、はい、ローで撮ったり、はい、ローじゃない設定で撮ったり、はい、まあ、いろんな検証も兼ねて使ってたんですけど、はい、うん、やっぱいいなっていう。なるほど。それが C70。 そうですね。だから、まあ、これを見ると言っちゃえばね、仕事でがっつり撮るっていう時と、うん、そうじゃない時のなんか差があると思うんですけど、うん、そのぐらいなんか幅広い表現ができるっていうのも良さかなと思っていて。なるほどですね。あとスローモーションとかもね、あとフォーカス、はい、ちゃんと目に合ってる気がするんですけど、この質感作れるのはやっぱその C70 だなと僕は思ってて、はいはい、うん、そうですね、使い分けですかね、 EOS R5C と C70 で。うん、レビューの中でもね、 R5C と C70 徹底比較してくれたやつもあってね。そうですね、うん、はい、そちらもぜひ見ていただけたらと思うんですけど、あれでもまあやっぱり C70 結構褒めてくれてましたよね。はい、うん、なるほど。いやでも個人的にお気に入りの作品の一つなんで、はい、まあ、ただ僕らしさっていうとちょっとね、ちょっと新しいテイストなのかなと思って、はい、あ、まあ確かに、まあ、そういうなんてだろうな、うん、まあ、以前キャノンさんの SNS 見ててなんか年齢に比例して焦点距離がなんか変わるみたいな動画があったんですけど、あ、はい、まあ、本当気持ちわかるんですが、うん、やっぱその僕も今27ですし、はい、本当に18歳のピュア性みたいなのは徐々になくなってきてるんですよね。まあただそのなんか人間としてのその成熟に比例して作品のなんか作り方が変わってくるっていうのも一つの面白さだと思うし、なんかそれに対してたまになんかその前の方が良かったっていう視聴者さんもいるんですよね。なるほど。でもまあそういうのはちょっと一旦ほっといて、やっぱちゃんと自分の芯を持ってやっぱ表現するってことが最も大事だと思ってるので、はい、なので新しい表現もまあ、次ねどういったカメラが出るか分かんないですけど、うん、はい、もしやらせていただけたら嬉しいなと思ってます。そうですね。でもこれだけたくさんのクリエイティブを自ら発信し続けていて、こうやって CP プラス4日間キャノンブースで盛り上げていただいている間にもですね、もう昨日とか一昨日も新しい動画が、はい、アップされてるんですよね。そうですね。これってすごいことだなと思ってて、で逆にこれだけ自分の発信をすると、うん、跳ね返ってくるものも大きいんじゃないかなって感じたりするんです、うん、例えばそのネガティブなコメントだったりとか、うん、はい、まあ、さっきの前の方が良かったっていう、ね、視聴者さんもいらっしゃったり、そうですね、そういうのって大川さんの中でどういうふうに受け止めながら走ってらっしゃるんですか。うん、そうですね、まあ、本当にこれ僕の意見なんですけど、なんか根本なんか自分に自信がないとそういう、はい、まあまあ、アンチとか批判に対してブレちゃうんですけど、はい、なんかじゃあどうあったらそのそういうコメントに、まあ、メンタル来てるとこまでいかないけど、はい、そういうコメントに対してちょっとなんてだろうな、心が揺さぶられる時期もありましたと。でなんでなんだろうなって考えた時に、やっぱり自分の活動になんか自信がなかった。これは多分こういう作品だけとか、はい、けど僕はなんか本質的な、まあ、影響力とか、はい、まあ、カメラをそれこそ買っていただくみたいなのって全体的なバランス、うん、尖りつつもバランスが大事だと思っていて、そうですね、まあ、今回ポッドキャストやってますけど、うん、もうまあ各社プラットフォーム短尺に特化しまくってるじゃないですか、はい、で短尺投稿した方が見られるんですよ、うん、けど一方で1時間の長尺をしっかり、向き合って出すっていうことが僕は大事だと思ってるし、だから時代に、乗っかるっていうことと、うん、自分の信じた見られないけど大事だと思うことに、はい、やっぱ集中するってことがものすごく大事だと思ってて、だから正直作品って YouTube 上で見られないですよ、はい、ああいう作品って正直、ね、せいぜい1万ぐらいですよ見られても。そうですね、うん、ただレビューの方が10万20万見られる中で数は伸びるですね。そう、数字になんか揺さぶられる側面もあるんですよね、うん、はいはいはい、ただ大事だと思ってるし、うん、全体的なバランスを通して表現すべきだから、うん、今のこういう、まあ、大川雄介というなんかポジショニングになってるのかなとは思ってます。いや面白いですね。大川さんがやはりあの動画クリエイターのインフルエンサーとしては日本のパイオニアだと思っていて、ありがとうございます。あの若い比較的大川さんより若い世代の今その SNS とかで数字持ってるクリエイターの方たちとCB プラスの期間で僕もな結構対談させていただいたりとかしてお話聞いたんですけど、はい、やっぱその数字に対する考え方ってやっぱりすごくみんなちゃんと考えてるなって思うんですけど、うん、その多ければフォロワーさんが多ければいいわけではないっていうか、はい、その質とかちゃんとコアなファンの方がついてくれてるかっていうのが、その単純な SNS のアルゴリズムだけで拡散してついたフォロワーさんでは実現できない買ったりするみたいな、はい、うん、そうですね。なんか
まあ、今 AI とか話題ですし、はい、誰もが簡単に、ね、コンテンツを作れる時代になったからこそ、はい、なんかセルフブランディングはすごく大事だと思ってて、そうですよね、っていうのは、うん、やっぱセルフブランディングがないと、うん、その人にお願いするって意味がなくなっちゃう、はい、で AI でいいじゃんっていう、じゃあこの人にお願いするんだったら5万だけど、うん、AI だったら3000円ってなったら、うん、普通3000円選ぶと思うんですよ、はい、でも5万円払うにはその人なりの魅力がなきゃいけなくて、そうですね、っていう意味で僕が発信してる中で、うん、まあ、あんまりそのメディアでも言わない大事にしてる要素は、うん、まあ、3つぐらいあって、まあ、もう最低限大事なのはやっぱ、発信力か、認知されるっていう力と、はい、あとはその、まあ、社会性、はい、なんかいかにその見られるじゃなくて大事なことを向き合ってるか、はい、だし、あとはシンプルにクオリティ、うん、この3つは絶対になんかバランスを持ってやんなきゃいけないし、なるほど、なるほど、っていうのは常に意識してますね。なるほどですね。いや、すごい参考になる話なんじゃないですかね。今やっぱり、うん、あの動画クリエイターの方増えてますし、映像を始める方増えてますよね。でそれをやっぱり SNS とかを通してあの、まあ、自分の近しい人だったり世の中に発信して表現している方って本当に増えているので、じゃあ、まあ、それを、ね、どういうかあの自分のマインドでそれを継続させていくのかっていうところは、うん、結構大事な今お話だったんじゃないかなって思いますね。そうですね、まあ、でも本当に常に悩んでますよ、うん、もう正直考えに考えまくって、うん、で、まあ、一回その先輩、いわゆる本当に60代以上の先輩に話を聞いたときに、はい、なんかもう分かんないことって基本的に分かんない、うん、もうそれを受け入れなきゃいけなくて、はい、で分かんないことに対して向き合ってるそのプロセスがものすごく重要なんですよね。なるほど。なのでもう僕は分かんないっていうものはもう分かんないって認識してます、うん、だから自分が信じた道をとにかくもう習慣から変えて、はい、例えば僕だったらもっとその海外のクリエイターとか海外の、うん、あのまあ、多くの人たちに見てもらいたいと思ってる時に、はい、語学ってめっちゃ大事なんですよね。確かに。で英語僕はあんま話せないんですけど、うん、じゃあどうやったら話せるようになるかって言ったら毎日話すことで習慣を変えて、例えば毎日朝7時から、はいはい、まあ、CP プラスのこの4日間も欠かさず毎日英会話してるみたいな、あ、そうなんですね、まあ、そういうなんか小さな努力の積み重ねが、うん、まあ、なんか自分らしさとか、はい、自分の自信につながってるのかなとは思ってます。なるほどですね。やっぱりストイックですよねなかなかこんな方いないんじゃないかなっていう、その、はい、あのかっこよくて素敵な映像を撮る方っていうのはたくさん今いらっしゃいますけど、まあ、こういう大川さんの視点とかね、ちょっと頭の中の思考回路みたいなものを見せていただいて、やっぱりすごいなって思います。いえいえ、うん、まあ、これもバランスバランス言いすぎたらつまらなくなっちゃうんですけどあのちゃんと表現もできて、はい、でそれを言語化して伝えるっていうことは、うん、結構この産業には求められてるんじゃないかなと思ってて、そうですね、今の昔のレビューとか見るとめっちゃ恥ずかしいんですけど、うん、けどそれで良かったんじゃないかなと、うん、いわゆるその分かりやすく誰かに届けるっていうことが、うん、このカメラという難しい領域においては重要なんじゃないかなとは思ってますね、うん、なるほどですね。それはやっぱり大川さんが常に新しいことにチャレンジし続けてるからなのかもしれないですね。もう数年前から正直言って、ね、まあ、大川雄介っていう存在感はもう一番光ってましたし、なんか今のポジションというか地位というかのを守っていくってことをね考えがちなのかなって思ったりするんですけど、っていうよりはもうどんどん常に新しい表現とか、うん、新しいやり方での情報発信とかにチャレンジしてるっていうのがすごいですよね。まあ、なんか25歳までの自分はちょっとそのアイドルみたいなのを気取ってた感があって、なんかいかにその多くの人に見られて多くの人たちになんかキャピキャピされることが大事なんじゃないかってことで、まあね、チャンネルも増やしてたしオンラインサロンやって、当時は1700人月額1000円払ってくれる人がいたりとか、もうそういうのやりましたと。で自分が本当に成長したい領域はその視聴者さんを意識したあの制作なのから言うと違うと、うん、やっぱ本当に圧倒的に自分が信じるものを作って、そこになんかそれを価値だと思ってくれる人が自然と集まるっていう状態が理想だと思ってるから、はい、まあ、オンラインサロンもやめたんですよね、うん、そうですね、あれは意図的にコミュニティを作ろうとしてたんで、はい、けど本質なのは自然と出来上がること、うん、なるほど。だからそこのなんか心境の変化もすごいあったし、はい、僕自身も今後この動画というマーケットがどのように変化していくのか、うん、それは表現者としてもしっかりとそのコンテンツ発信したいし、はい、まあ、一方で今事業あの、はい、イメージングブランド Q というブランドやってるんですけど、はい、そこではもう本当に、まあ、キャノンさんの競合になれたら嬉しいですけど、うん、あのハードウェアと、うん、あとはアプリケーションですね、はい、みんなが持ってるスマートフォンの中に入るアプリケーションを別途その経営者として開発したりとか、はい、
結構ここのクリエイターとその事業のバランスっていうのは僕の中での永遠の課題で、うん、まあ、ただそれもまあ分かんないんで、はい、もうやっていくしかないっていうところですね。いやーすごい面白い話で、ずっと聞いてたいんですけど結構あっという間に時間が経つのが早くてですね、はい、いやでも楽しいです。なんか、配信されてると思うんですけど、はい、あんま僕のチャンネルじゃないっていうこの安心感があって、安心感、はいはい、なんかいつもだったらふわっと言っちゃうことをなんか、はい、ズバッと言えるこの感じが僕の中ではちょっと楽しいです、はい、なるほどですね。一応タイトルがね、大川雄介とキャノンなんで、今ちょっと大川雄介8割のキャノン2割ぐらいな感じが、はい、でちょっとまあ最後に、まあ、CP プラスをこう4日間盛り上げていただいたじゃないですか。でどうでした、大川さん的にこの4日間のキャノンブースっていうのをちょっと振り返っていただくと。そうですね、はい、でもなんかいい意味で、はい、1年前2年前とかって、はい、いわゆる今までの CP プラスみたいな、はい、いわゆるその多くのカメラマンさんが来て、はい、モデルさん立たせて撮るみたいなね、はい、まあ、それも一部踏襲されてると思うんですけど、うんうん、いい意味でさ今っぽさがあっていいなと思っていて、まさに、はい、僕がポッドキャストしてる番組を作らせていただいてるっていうのもまあ嬉しいですし、はい、うん、その横にある、ラウンジですね、はいはい、そこで、まあ、雰囲気作ってクリエイターさんと対話しながらカメラを使っていただく、はいはいはい、まあ、そういうのがなんか総合的に僕は楽しいなと思ったし、あ、よかったです。あとなんといってもあれですよね、うん、キャノンさんってそのカメラだけじゃないじゃないですか、うんうん、その撮るという行為をまあ提供するかつ、はい、まあ、プリント事業か、はいはい、アウトプットするってところまで一貫してやっぱ作り出してるので、はい、それがなんかまるっと感じられるブースなんじゃないかなとは思ってます。いや、ありがとうございます。まあ、そこをね、はい、ちょっと4日間盛大に盛り上げていただいたっていうのが今回の、ね、疲れました疲れましたよね。さすがにちょっと蓄積が、人前で話すこともそんなないですし、久々ですよこういう多くの方の前で話すのは、はいはいはい、でもこういう機会で大川さんとこの場でお話できて、まあ、本当に良かったなと。こちらこそです。うん、まあ、最後に、まあ、さっきも最後にって言ったかもしれないですけど、はい、僕もう一個聞きたかったのが、はい、まあ、大川さん今後大川雄介とキャノンというタイトルなんで、うん、まあ、キャノンとどんなことにチャレンジしていきたいかっていうのをちょっとお話ししたいなと思ってるんですけど、そうですね、うん、やっぱ今個人的に、はい、表現していきたい領域って、はい、やっぱ動画というその平面よりも踏み込んだ、うん、作品だと思っていて、はいはい、今まさにその180度のレンズとかあったり、はい、まあ、ビジョンプロとかも出てる中で、そうですね、ビジョンプロ来ましたね。もっとその空間になんか入り込むような表現っていうのは、はい、まあ、まだ早いけど、うん、早いけどクリエーターとしてはぜひなんかチャレンジしてみたい領域だなと思っていて、いまさにやってます。はい、XR のコーナーございます。 MR だったり VR だったりね。そうですね、はい、3D のね、様子画質を体験するコーナーもあったりするんでね。あれはすごい僕の中では、まあ、次ね、ちょっと、はい、まあ、ご縁が、はい、まあ、ありそうな感じしてますけど、いや正直、まあ、水面下でのこの、はい、ね、作戦会議はもう始めていて、ね、してましたね、うん、まあ、なので、まあ、今年の中にはしっかりお届けできるかなと思うんですけど、ちょっと 3D のやつを、はい、何かしらの形で皆さんに発表できるように。まあ、でもあれもめっちゃむずいですけどね。めちゃむずそうですね。なんかその動画とか静止画もそうですけど、はい、やっぱ平面でしっかり残るって、はい、言っちゃえばごまかせるんですよ。抽象度高いんで、まあ、アングルもね変化させられるし。そうなんですよ、決められるから。180度、いわゆる360度に近いですけど、それってごまかし効かないんで、はい、よりなんて言うんだろう、ストーリーテリングの力とか、はいはいはい、何を撮るかってことも大事だし、そうですね、準備が必要だなと思ってるんで、まあ、それはもう本当にしっかり準備して挑まなきゃなとは思ってます。そうですよね。 RF 5.2 ミリっていうレンズなので、 VR のレンズは、はい、非常にワイドアングルなんですよね、はい、だからそれだけその作り込まなきゃいけない範囲が広いので、それをそうですね、なんとなく撮っていくとね、自分の足が映っちゃったりとか、意図せず何か映り込みがあったりとかもしますから、はい、まあ撮影の難易度は高いかもしれないですよね。高いっす、うん、めっちゃ大変なんで時間かけてやりましょう。作品というものにこう昇華させるっていうのはね、すごい大変なことだと思いますが、そうですね、まあ、ぜひ新たなチャレンジとして。いや、こちらこそです、まあ、それだけじゃなくてもね、はい、まあ、コンパクトカメラとかね、はい、V10 とかもありますけど、そば広くなんか表現できたらと思ってますので、はい、よろしくお願いします。これからも大川雄介とキャノンで、はい、そういうなんかコンビ名でね、そうですね、違います。バージョン2があればいいですね。あ、そうですね、まあ、もっとね、はい、CP プラスに動画ユーザー来てほしいですけどね。あ、そうですね、明らかにやっぱりね、うん、写真の人たちが多いし、悪いことじゃないんですけどね。もちろんもちろん、はい、
なので動画クリエイターとしてちょっとしっかり頑張っていこうと思ってますので、そうですね、今後もよろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大川祐介さん、矢作さん、ありがとうございました。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。